はい、こんばんは、えー。本日この回はですね、えー、兵庫県斎藤元彦兵庫県知事の、ね、問題ですね。これはね、えーまあ、ずっとね、論じてきておりますように、斎藤元彦兵庫県知事はですね、もう即座に辞任しかありえませんね。えー、これはね、えー、兵庫県の県庁職員ですね、県庁幹部職員が2人ですね、2人ですよ。 お自ら命を絶っってしまったとそれはなぜかといえば、これは斎藤元彦兵庫県知事ですね。まあ、この人のね、まあ、パワハラ問題であるとかね、あるいは業者へのたかり体質であるとかですね、えー、そういったね、内部告発ですね。えー、それがまあ原因にあるわけですね。それともう一つはね、この維新、日本維新の会ですね。 日本維新の会のね、責任問題というのはね、非常に重いんですね。非常に重い。えー、これね、維新のですね、責任問題というのは、この斉藤知事をですね、まあ、えー、この前の推薦選でね、真っ先に推薦した、えー、というですね、それだけじゃないんですね。それだけではない。えー、これはね、えー、もっと重い問題があって、これ斎藤県知事をですね、 内部告発した元局長ですね。この元局長ね、えー、自ら命を絶ってしまったんですけども、その自ら命を絶った原因を作ったのが、日本維新の会の兵庫県議会議員だったんですね。複数の兵庫県議会議員だったんですね。これはね、維新なんですよ。維新。ね、どういうことかというと、えー、この元局長がですね、 えー、斎藤知事をね、内部告発したですね。まあ、公益通報者ですよ。ね、うん。ところが、その公益通報者である元局長のですね、このパソコンを押収して、そしてその内部ですね、パソコンに保存されていたデータ。これはもちろんね、あのー、まあ、会社員であるとかね、あるいはね、地方自治体の職員であるとかね、まあ、そういう人たちはね、まあ、組織にね、 え、所属しているね、人はもうみんなわかりますよね。この、パソコン自体は確かに対応されていたものとしてもですよ。組織によって対応されていたものとしても、その内部にはですね、個人的なデータというものをですね、やはり、そのメモであるとかね、うん、何かの記録ですね、それはね、あの、保存してある場合がよくあるじゃないですか。ね。うん、よくありますよね。 そのプライバシーを全部暴いてやると。というふうにですね、えー、この維新の兵庫県議会議員ですね、しかも複数ですね。それがね、そういうふうに言って、この元局長をですね、実質的に脅しつけていたわけですよ。脅しつけていた。ね、簡単に言えば、その公益通報ね、その内部告発を引っ込めなければ、 お前のプライバシー全部ね、えー、明らかにしてやるぞと。みんなにこれ全部ばらまいてやるぞと。そういうことを言っていたんですよ。ね。うん。まあ、実質的にですよ。実績に言って、言っていた。ね。うん。どうですかこれ維新の責任というのは極めて重いじゃないですか。ね。うん。維新の兵庫県議会議員ですよ。兵庫県議ですよ。これ極めて重いですよね。うん。 これはものすごく重いです。そしてそれからね、えー、この元局長が自ら命を絶つ前に、その前に命を絶ってしまった課長がいるんですね。一人の課長はですね。この課長は、この阪神オリックス、阪神とオリックスのですね、えー、この優勝パレードですね。これ去年ありましたよね。この優勝パレード。これはね、まあ無理なんですよ。はっきり言ってね。兵庫県というですね、 えーまあ、大阪府に比べれば小さいね、自治体でですね、それを押し付けられて、無理難題をね、えー、その方に課せられたわけですよ。その連続だったわけですよね、うん。そして、その仕事がね、まあ終わったというふうな時にですね、そしたら、あのー、翌年ね、えー、つまり今年ですね、その人事で、 なんと左遷されてしまったということですよ。ね。うん。外郭団体の課長にですね、えー、これは人事が出たんですよ。ね。これはね、とんでもないことですよ、これ。ね。とんでもないことですよ。ね。そしてこの課長は、自ら命を絶ってしまったということですよ。ね。うん。そしてね、この阪神オリックスのね、このパレード。無理なパレードですね。 えー、このパレードに隠された横島な目的があるわけですよ。それは何か要は万博の宣伝ですよ、ね。無理な大阪万博の宣伝ですよ、ね。それで盛り上げようというね、そういう根端ですよ、ねで。そういうね、もともとの原因を作ったのは、この無理なパレードを考えて、ね、そして、えー、大阪府であるとか、ね、特に兵庫県に。 押し付けた維新の、日本維新の会の問題ですよ。ね。まあ万博そのものがね、もう無理であると。ね。いうことはですね。まあね、ひとつきでもね、まあ論じられてますよね。うん。まあそういうようなね、無理な万博。その宣伝をやろうと。ね。そしてその宣伝自体も無理ということですよ。ね。パレードも無理。そしてその犠牲となったのは兵庫県の課長である ああその課長の方に、すべての,この無理難題が押し付けられたということですよね。この資金繰りのための,ためのですね、うん。ということで、この最大の原因になったものですね。えー、この万博、無理な万博、そして無理なパレードですね,ね、えー。その責任というかな。それを押し付けられて、課長が自ら命を絶ってしまった。そしてそれも含めて、 斎、えー、藤兵庫県知事のね、えー、これ大問題ですね。それをね公益通報した。その元お局長もですね、まさにこの兵庫県の維新の県議によって、半ば脅されてですよ。自ら命を絶つしかなくなってしまったということですよ。1から10まで維新の責任ですよ。ね、うん、もちろんこれ斎藤をね、斎、えー、藤、 えー、元彦県知事のね、責任はね、極めて重大ですよ。極めて重大。ね、もももちろん、もちろんもも重いんですけども、維新の責任も、それに劣らず、ものすごい重いですよ。ものすごい重い。これ前からね、僕がそういうふうにね、主張していますけども、これは本当に考えれば考えるほど、維新の責任は重いですよね。うん。そのことをね、強調したいと思うんですね。で、まずね、えー、これね、 じゃあ、その維新はね、一体何をね、今言ってるかということですよ。ね。あ、う、あ、ん、だこの兵庫県知事ですね。ええー、これ兵庫県知事のこの責任問題ですよね。うん。これ兵庫県の県庁職員が二人、ね、自ら命を絶ってしまった。ね。うん。で、そういうことに関してですね、ね、そういうことに関して、じゃあね、維新のですね、えー、馬場さんですね、 ババ会長は一体ね、何を言ってるかという問題ですよ。ね。うん。でね、その前にね、これはね、斉藤兵庫県知事についてはね、もうあらゆるところが、その辞任、辞職をね、求めてるんですよ。まずね、7月10日ですね、これは兵庫県の職員労働組合ですね、これが斉藤知事の辞職を要求したわけですね。うん。それから、 自民党の兵庫県連ですね。これはね、維新と並んで、え自民党も分裂選挙気味にね、えー、これ、斎藤さんをね、担いだんだけども、この自民党兵庫県連も7月14日にですね、これ、辞職要求をしてるんですよ。事実用のね、事実上の辞職要求をしてるんですよね。それから7月18日ですね、これはね、えー、兵庫県のこの退職者、 ね、退職者の二団体ですね。これが辞職要求してるんですよ。ね。あね。そういうように、各団体、関連団体ね、自民党も含めて、斎藤さんやめろと言ってるわけですよ。ね。じゃあね、肝心の主人公の日本維新の会は何を言ってるかという問題ですよね。何を言ってるか。これはね、えー、日本維新、維新の会の代表の馬場さんですね。 馬場さんんが7月28日に記者会見でで語ったんですよ、ね。どういうことを語ったかというとね、我々が斎、ね、藤さんを守るとか、守らないとかね、いうことじゃなくて、事実関係をつまびらかにすると。ね、それで法律を逸脱したと。そういうふうに分かれば、政党としてきちんと対応し、ね、対応して、 ね、生みの親の一人というね、立場があるので、しかるべき判断をするように、本人に直接話をすると。と言ってるんですよ。ね。うん。これね、事実関係をつまびらかにするったってね、もう事実関係も明らかになっちゃってるわけですよ。ね。明らかになっちゃってるわけですよね、これはね。うま、ん、あその時にですよ、これからね、 事実関係を明らかにするって一体ね、どうやって明らかにするんですかね。これだけ明らかになっているのに。ね。しかも二人の職員が自ら命を絶ってるんですよ。ね。うん。その時に、こういうね、のんびりしたコメントを出していて許されるのかという問題ですよ。ね。しかも一番最初に言ったようにですね、維新というのは、ね。 1>, 1から10まで責任があるんですよ。ね。うん。1から10まで責任があるのに、ね。まあ、こんなね、えー、ことを言っててどうなるんですか、これ。ね。うん、ね。そういう問題ですよ。ね。馬場さんについてですね。ね。そしてね、えー、っと、この馬場さんが喋ったのが7月28日なんですよね。うん。そしてね、さすがにそれはね、まあ批判がね、当然だから、 ね、いっぱい出たわけですよ。ね。僕がさっき言ったようにね、何を今頃言ってんだっていう話ですよね。で、その批判を受けて、今度はね、日本維新の会の藤田文武幹事長ですね。うん。藤田幹事長ね。えー、藤田幹事長が、えー、っとね、4日ですね。4日というのは昨日ですね。うん。昨日ね、 えーと神戸市で記者会見したんですよね。神戸市でね。うん。そしてね、こういうふうに言ってるんですよ。えー、事実が認定されれば、一旦身を引かれた方がよろしいのではないか、という意思はありますと。ね。うん。これはどうですか。ね。うん。これもね、こんなのんびりしたことでいいんですか。ね。 事実が認定されればって。ね。うん。これ、ね、事実が認定される前にですよ。ね。もう、事情聴取をね、一歩でね、事情聴取を重ねろって言ってるんですよ。ね。うん。事情聴取を。そしたらもう、これはね、斉藤さんにやめてもらうしかないじゃないですか。ね。うん。いね。 事実が認定されれば一旦身を引かれた方がよろしいのではないかという意思はあるってね。なんでこんなね、他人事のようなことを言ってるんですか、ね。さっき一番最初に言ったように、維新が全部の、全部のね、原因を作ってるんですよ。無理な万博。ね、万博を宣伝するための無理なパレード。ねうん、そして、それで、えー、兵庫県の 総務課長、ね、自ら命を絶ってしまった。ね。そしてその後、それも含めて、えー、兵庫県知事のね、えー、この罪について、ね、内部告発した元局長ですね。ね。この元局長について、えー、そのパソコンに入ったね、うん、そのプラ,イ、えー、プライバシーを全部暴露してやるぞということをですね、脅していた。 維新の兵庫県議がいたということですよ。つまり、ね。それで、元局長は命を絶ってしまった。つまり、1から10まで維新が、この2人のですね、死に、ね、原因をね、作ってるんですよ。ね。うん。それなのにですよ。事実が認定されれば、一旦身を引かれた方がよろしいのではないか、という意思はあるって。 ふざけるなって話じゃないですか。何寝ぼけたこと言ってるんだっていう話じゃないですか。ね。うん。これバカにしてるんですかね、これね。ね人間というものをバカにしてるんですか、この藤田さんという人はね。うん。二人亡くなってるんですよ、二人。ね。その原因は維新が作ってるんですよ。ね。その幹事長が、ね。事実が認定されれば一旦身を引かれた方がよろしいのではないか。 という意思はあるって、ねうん。人間をバカにしてるんですか一体、ね。人間の命というものをバカにしてるのかということですよね。うん、ねこれ本当に狩りを覚えますね。この日本維新の会の幹事長、それから代表ですね。藤田幹事長と馬場代表ですね。ねどこまで人をバカにしてるんですか、ねうん 責任とって、この幹事長と代表の辞任じゃないですか、これ。ね。維新そのものですよ、これ。うん。ふざけるなって話じゃないですか。ね。うん。そしてね、そのことについてね。もうちょっとね、えー、これね、えー、具体的なこの記事からね、えー、その取材した記事、えー、記事からですね、えー、見てみたいと思うんですね。まずこのアエラね、アエラ。 えー、イラ、ER、のね、編集部のこれ今西紀幸さんっていうね。まあ今西さんってね、僕もね、僕もアイラにいましたのでね、知ってますけどね。うん。えー、この今西さんがですね、アイラがね、7月13日の記事ですけどもね、うん。えー、これ載せているんですよ。これは元局長ですね。これ元局長をね、うん。これ内部告発して、つまり公益通報したわけですよね。そしたら、えー、 兵庫県のですね、兵庫県の、まあ、そのとその福知事ですね、この福知事ね、この前辞めちゃいましたけどね、副知事が飛んできて、ですね、えー、この元局長のこのパソコンをです、ねえー、募集しちゃったんですね。うん、要するに、まあ、押収したわけですよ。ね、うん、そしてその中にいろいろなです、ね、データが入っていたわけですよね。うん、 ね。データが入っていたわけですよあ。もちろんそのプライバシーのね、さっき言ったようなプライバシーのね、データも含めてですね。ね。うん。そしたらね、これは百条委員会ね。えー、これ兵庫県議会でね、これ特別の百条委員会がね、設けられたわけですよね。うん。そこでね、この6月14日の百条委員会の、えー、一番最初の会合でですね、維新の県議がね、維新の県議がね、こういうことを言ったんですよ。そのまま読んでみますとね。 人事課による調査に対していろいろな疑念の意見が寄せられている。人事課っていうのはね、このパソコンを押収してね、その中身をね、調べたところですよね。この審議過程を明らかにすることが必要だと思うので、人事課の調査、そこから得られた資料は全て開示をしていただきたい。どうですかね。つまりこの元局長のね、このパソコンね。 そのデータすべて開示しろと言ってるんですよ。この維新の権議が。ね。うん。どうですか、これ。ね。うん。つまり、この元局長のね、パソコンの内部ですね。えー、どんな、ね、データが保存されているか。これは人事課がね、調べたんですよね。うん。で、えー、もちろんその中にはね、一番最初に言ったように、当然ながら、 プラ,イベータプライベートなものも含ま,含まれていたわけですよ。ね。うん。だからこれはもうみんなあるでしょ。誰だってありますよね。これはね。うん。人間は生きてるわけですからね。ね。うん。だけどそのプライベートのデータというのは、この内部告発と何の関係もないじゃないですか。ね。何の関係もないでしょ。ね。うん。なので、この元局長はですね、ね。元局長は、そういうね、 えー、プライバシーですね。内部告発とは全く関係のないプライバシーのに関することは公開しないでほしいと、ねえー。そういうね申し入れをしているんですよ。ねうん、ところがね,ね、この維新の権威はですね,ね、何と言ってるかというとね、元局長ね、この元局長を吊るし上げてやると。そういうこともね発言していたって言うんですよ。ね どうですかこれ。元局長は、要するに、公益通報者ですよ。ね。公益通報者というものは、守らなければ、守られなければならないんですよ。ね、ところが、そんなこととはね、もう、そんなこととは、全く反対のことをね、この維新の県議が言ってるんですよ。その元局長を吊るし上げてやると。どうですか どうですかこれ。これ、現代日本ですよ、これ。現代日本で、こんなことを言う地方議員がいるんですよ。ね維新の、ね、兵庫県議ですよ。元局長を吊るし上げてやるって。ね、公益通報者を吊るし上げてやるって一体どういうことですかこれ。え、ね、うん。どういうことでしょうかねこれね。うーん。 ねうん、そしてねこの維新の権儀ね維新の権儀はねこういうことも言ってるんですよ。ねうんえー、それそのまま読み上げますとね告発文書には斎藤知事の自宅や好き嫌いなどの記述があるプライベートなことを取り上げているのだから元局長が自らの調査結果はプライベートな問題だから公開しないでとはあまりに都合のいい身勝手の論理ではないか と言ってるんですよね。うん。で、パソコンの所有者は兵庫県であり、データも兵庫県のものだと。だから全部公開しろと。そいうようなことを言ってるんですよ。ね。うん。だけどこれさすがにね、これはあまりにひどいじゃないですか。ね。えー、つまり斎藤知事のね、プライベートの問題ね、それも、えー、告発しているんだから、ね。この元局長のこのプライベートの問題、これもね、 公開されてて当然じゃないかって維新が言ってるんだけどもね、これ、あまりにデたらめじゃないですか。さすがにね、自民党の兵庫県議もね、ねそりゃひどいだろうと、ねうん。告発相手のプライバシーに触れているから、元局長のプライバシーが守られる必要はないというのは暴論ではないかと。というふうにね、まあ、反論してるわけですよ。これ、全くその通りですよ。ねまあ、どういうことかというとね、どういうことかというと、 えこれはね、告発されている、つまり公益通報された斎藤元彦県知事の場合はですね、業者から、例えば贈り物をねだっている。ね。ワインあれ飲みたいね、今度よろしくね、とかね。あるいはコーヒーメーカーね、あれはいいでいいね、とかね。そういうね、たかり体質があるわけですよね。業者にねだってるわけですよ。ね。うん。で、その場合ですよ、この斉藤をね、 えー、兵庫県知事のですね、家はね、内部文書によれば、贈り物の山になってるって言うんですよ。贈り物の山ね。それから、斎藤知事は、贈り物のね、特にスポーツウェアですね。これが好きで、うん、スポーツウェアを贈り物いっぱいもらって、たくさん持ってるって言うんですよ。ね。で、そういうことを告話するということは、これ当然ね、公私混同を告話されているわけでしょ。公私混同。ね。 もう、読んで字のごとく、公私混同でしょということは、公と私、プライベートな部分も、これ触れざるを得ないわけじゃないですか。パブリックと、それからプライベート、公私ね。斎藤氏が公私混同してね、コーヒーメーカーもらったらいい、ね。うん、ワインね、飲みたいね、とかね、言ってるわけでしょだから、これプライベートに触れざるを得ないじゃないですか。ね。うん。プライベートの部分も指摘せざるを得ないわけですよ。ね。 うん、じゃあ、それを告発した人の、ね、プライベート、ープライベートもですね、なんでそれでね、あのー、あの、なんていうかな、公開されなければならないんですかね。そんなのは全然論理になってないじゃないですか。ね。うん。例えば僕がね、僕が斎藤、斎藤健知事のね、講師近藤をですね、暴露したとする。ね。うんそしたら、ね。 斉藤健知事のプライバシーの部分をね、告発したんだから、じゃあ佐藤お前のプライバシーも暴露ね、公開しなければいかんなんてこと言われたらね、えってなるじゃないですか、ね。そんなおかしいじゃないですか。だって僕は何もしていない。業者からっていうかね、何ももらっていないし、ね。うん、そういう話でしょ、ね。元局長も何ももらってないし、ね。うん そんな立場にもないし、ということでしょで、なんでそのプライバシーってね、暴露されなければならないんですか公開されなければならないんですかそういう話でしょそれを維新の権議がね、言ってるんですよ。ね。斎藤知事のプライバシーにも触れてるんで、じゃあ告発者の元局長のプライバシーもね、公開しなければいけないじゃないかというふうに百条委員会で言ってるんですよ。こんなデタラメの論理ないでしょね。 そういうことなんですよ。全くでたらめなんですよ。この維新の権威ね。ひどいもんですよね。これがね、権威会議員やってんですよ。<laughs> ね。これ、物のね、道理というものを何も分かってない。<laughs> うん。ね。物のの道理が分かってない。そしてね、その後もこの百姓委員会で、 このことが随分議論になったんですよね。だけど、この兵庫県議会議員ね、維新のですね、二人の県議がいるんですよ。維新ね、二人の県議がね。それがね、この元局長のプライバシー、プライベートのね、データ、すべて公開しろと。その主張をね、変えなかったんですよ。変えなかった。どうですか、これ。ね、この維新の二人の県議。これもう首じゃないですか、これで。ね。 こんなのが現代日本の権威やってるんですよ。なんでね、えー、あの公益通報者のプライ,プライベートかプライバシーが公開されなければならないんですかそれは守,守んなきゃいけない。保護しなければいけないっていうね、ね法の建前でしょ、ね公,益えー、公益通報の、ね、法律というものは。それがなんで反対にそれが公開されなければならないんですかね おか、ちょっとおかしいんじゃないですか頭がね、日本維新の会のこの権議ね。うん、この二人の兵庫県議ね。うん、でね、えー、この維新のね、二人の兵庫県議、兵庫県議が、ねえー、この元局長のプライバシーを全て公開しろと。主張を変えなかったんで、ついに採決となったわけですよね。うん、で、採決となったんだけども、さすがにこれは <laughs> 常識でわかるじゃないですか。ね うん、これ維新はね、何言ってんだっていう話で、結局4対2、4対2で、えー、これはあプライバシーは公開されないと、守られるということになったわけですよ。ね。で、公開しろっていうね、4対2のこの2というのはもちろんね、この日本維新の会の権威ですよ。ね。うん。ね。ところがですね、ところがね、うん。 こういうふうに議論しているときにですね、議論しているときに、えー、まさにですね、この元局長が命を絶ってしまったんですよ。ねうんね、この時に命を絶ってしまったんですよね。うん、ねでね、この元局長とね、まあ、今ね、あいらの記事を参考に言ってるんだけども、この元局長と、 連絡を取っていたあ、元兵庫県の幹部がね、こういうふうに語ってるんですよ。そのまま読んでいますとね、えー、公用パソコンを私的に使ってはいけないのは当然ですが、緊急,緊急なことや個人的なメモを残すなどは誰しもあるはずです、えー。彼は県民局長という立場で、部下も多数おり、様々な情報に触れ対応する立場にあった。内部告発に関する情報提供者の割り出しや、 報復人事ななどを気にしたのではないか。私も幹部だったからわかるが、部下の不祥事や、まあ、表に出ると県政が大混乱するようなトラブルなどがあり、事情があって秘密裏に対応したこともあった。そういう内容は公用パソコンに残している場合もある。彼も同様の経験があったようで、表に出ると頑張っている県職員の人事にも関わり、迷惑をかけると言っていた。だから、 自費で弁護士を雇ってまでパソコンのデータを出さないように求めたのだと思う。というようなことをね、言ってるわけですよ。これはもうね、よくわかりますよね。つまり自分のプライバシーだけではなくって、ね、この,兵庫,県の兵庫県のですね、他の職員に関わる、あるいはね、兵庫県自体に関わる、ね、いろんなデータがあったわけですよ。ね、うん。 ね、県民局長ですからねそういうものをですよ勝手にね全部ね公開しろなんてね言ったらですよ兵庫県大変なことになっちゃうし県庁職員も大変なことになっちゃう人もね、えー、い,たいたわけですよ、ね、それを日本維新の会の兵庫県議はねそんなことも考えずにですよただただ 公開しろって。どうですかこれ。ね。うん。ひどいじゃないですかこれ。ね。日本維新の会、ほんとこれね、なんていうかな、政党としてこれね、責任取らなきゃダメですよ、これ。ね。うん。ね。そしてね、今度はね、週刊文春のね、この記事をね、ちょっと紹介しますけどね。うん。紹介、紹介しますね、週刊文春の記事ね。 うんまあ、これね、はっきり言ってみんなね、ひどいと思ってるんですよ。ね。うん。それで、週刊文春によればですね、この元局長ね、元局長のこのパソコンにはですね、ね告発文書の他に、この元局長のプライベートに関わるね、データも含まれていたと,ということなんですね。この週刊文春の取材によるとね。うん。ね。そして、えー、っとね、 4月頃からですね、今年の4月頃から、この兵庫県の総務部長であるとか、産業労働部長。これはね、えー、何度か紹介しましたけど、これね、斎、えー、藤元弘県知事と、それを取り囲むですね、4人組っていうのがいるんですよね。この4人組っていうのは、要するに斎藤さんを使ってね、まあ、自分たちの、あの、なんていうかな、あのー、まあ,あ、城を築くみたいなね、形で、 自分たちが、まあ,まあうま、うまい汁ょうまい吸ってるわけですよ、はっきりはね、うん。で、これはね、まあ、牛タンクラブとも呼ばれてるわけですよね。うん、これ、斉藤元知事はね、まあ、総務省出身で、えー、これ、宮城県の方にもいましたのでね。うん、で、この宮城県に、この4人組をね、出張で行ってですね、まあ、そこで牛タンね、食べ歩いていたんじゃないかっていうね、そういうことで牛タンクラブと言われてるんだけども、 その4人組のね、2人である県の総務部長、それから産業労働部長がですね、この元局長のですね、極めて私的なデータをですね、他のね、県職員とかね、県議に見せて回っていたって言うんですよ。わざわざ。見せて回ってたって言うんですよ。これもひどい話ですよね。うん。ね。これ同じね、県庁職員のね、 職員仲間としてどうなのっていうことじゃないですか。ね。うん。ね。そしてね、これはね、えー、っと、週刊文春のね、この記者ですね。えー、この問題ね、うん、この兵庫県知事問題、えー、取材してるね、記者がいるんだけども、その記者はこう言ってるんですよ。えー、産業労働部長から文章の内容を見せられた関係者は、もしあいつが、 あいつがっていうのはね、元局長ですね。もし元局長が逆らったら、これの中身、ぶちまきたら、ぶちまきたらねん。と、産業労働部長から強い言葉を聞かされた。というふうに証言してくれました。どうですか、これ。産業労働部長、兵庫県の産業労働部長はですよ。こんなこと言ってんですよ。ねうん、もしあいつが、元局長ね。もしあいつが逆らったら、 この中身、ぶちまけたらねん <laughs> ね。これね、表、え、現、ー、庁の幹部ですよ、これ。産業労働部長。ね。ぶちまけたらねんって。<laughs> 話にならないですね、これね。うん。ね。そしてね、こういうね、内部告発とは全くね、関係のない、元局長のね、このプライベートなデータですね。 これをね、利用して、この4人組は一体何をしようとしていたのかっていうことですよね。それに対してこの記者はね、こういうふうに言ってるんですよ。一言で言うと、今回の元局長の告発を握りぶそうとしたのではないかというふうに見ております。元局長が命を絶ってでも守りたかった秘密を暴露することによって、その人間性を貶めたり、告発文書の信頼性というのを下げたりするのが、 狙いじゃないのかと。今回の取材を通して見えてきました。ということですね。で要はね、これまあわかりやすくね、言えばね、元局長は公益通報をしたわけですよね。内部告発をしたわけですよね。でこれは、ね、まあ、公務員たるもの、社会的使命ですよね。もちろん公務員だけじゃなくて会社員もね、まあ、社会人はみんなそうなんだけども、特に公務員の場合はね、これ重い社会的使命ですよね。公益通報というのはね。 全部税金のね、かかった問題ですからね。なので、公務員の役割でもありますよ。ね。だけど、ですね、えー、この斎藤元彦、斎藤元彦ね、兵庫県知事、それから4人組、ね、それから維新ですね、日本維新の会、ね、維新は、そういう公益通報者を守らなければならない。ね、そういう考えは、頭のかすみ片隅にもなかったということですよ。 ね。うん。その反対に、公益通報者を守るんじゃなくって、ただただ、自分たちを守るということだけ。それしか頭になかったということですよ。ねで。そのために、自分たちを守るために、元局長のプライバシーをさらけ出してやると。ね。ぶちまけたらねん。と,ということで、元局長を脅していたということですよ。 打ち負けたらねんって言ってるんですよ。産業労働部長。ね。うん。で、えー、公益通報をした元局長は、ね。そうなると、そういうね、自分の社会的使命を全うすることが大事なのか。あるいは、自分のプライバシー、大事なプライバシーを守ることが大事なのか。というね、まあ、究極の選択を迫られたわけですよ。そういう脅しによってね。うん。 日本維新の会であるとか、あるいは産業労働部長とかね、4人組とかによってですよ。そういう選択を迫られたわけですよ。究極のね。そしたらどういうね、ことができるかというと、この元局長が選んだのは、自らの命を差し出すことによって、両方を守ると。ということをね、あの、実行したわけですよ。つまり、 自ら命を絶つことによって、ね。そうすれば、大変な社会問題になるじゃないですか。それは分かりきってますよね。そうすると、公益通報そのものは、これは百条委員会でもうこれは嫌をなく調査されると。それから、自分のこのプライバシーについては、自分の命と引き換えに守られるということですね。うん。これはどういうことかというと、例えば維新のね、 兵庫県議がですよ。いくら最低の人間だとしてもですよ。命を絶ってしまった人間のプライバシーまでこの先ね。他の人にこうね、おしゃべり、蝶々することはできないじゃないですか。ね。これは無理でしょ。いくらなんでも。ね。それをやったら、ね。何お前言ってんだっていう話になるじゃないですか。どんな人でもね。 それは自分の命を人を引えに、このプライベートは守られるんじゃないかと。ということですよ。ね。だけどね、そこまでしないとですよ。公益通報というのは、公益通報者というものは守られないのかと。ね。公益通報をそこまでしないと生かされないのかということですよ。ね。これはね、あまりに歪んでるしね、あまりに遅れてますよね。うん。 これ日本ね、100年遅れてますよ。ね。うん。まあ日本全体じゃなくて兵庫県の場合でいいね。とりあえず兵庫県の場合ですけどもね。うん。これはね、斉藤兵庫県知事。それから日本維新の会。ね。うん。これ現代を生きる人間じゃないですよ。100年前。明治時代の人間ですよ、これ。ね。うん。斉藤ね、えー、県知事はもちろん即座に辞任ですよ。ね。だけど、 日本維新の会の責任は極めて重いですよ。元局長をね、自らあ命を絶つに至らしめたのは日本維新の会ですよ、ね。だってそうじゃないですか、ね。プライバシー、ね、ぶちまき足らない、ね。これはまあ産業労働部長だけども、ね。要するに、ずっと百条委員会でしつこく最後までね、えー、プライベート、公開しろと。 迫っていたのは、日本維新の会の兵庫県議二人じゃないですか。ね。そんな非常識がどうして許されるんですか。ね。うん。しかも、日本維新の会の代表幹事長は、未だに斎藤県知事をかばっている。ね。うん。事実関係が明らかになれば、ね。一旦知りいたらどうですかということを言う意思はある。 なんていう寝ぼけたことを今ご言ってる。ね。うん。これはね、自分たちに、ね、斎藤さんを、ね、兵庫県知事に推薦した責任が回ってくるのを恐れてるんですよ。ね。うん。つまり、日本維新の会も自己保身に走ってるんですよ。ね。うん。ね。うん、だけど、改めて言いますけど、 日本維新の会の責任問題は極めて重大ですよ、ねうん。この直接的にはね、この兵庫県議2人ね、維新のね、このね、責任問題は極めて重要ですよ。ね、百条委員会で何を言ったのか、ね、これ改めて追及されなければいけませんよ、ねうん。公益通報者を守るということ、それの真反対のことをやったわけですからね。うん、そして 調査も何もしないのにね。うん。それは公益通報じゃないなんていうね、結論を出して、この元局長を処分した、ね。えー、斎藤元彦。兵庫県知事の責任、極めて重大。ね。うん。そして日本維新の会、責任。ね。これを全部原因を作った日本維新の会。ね。うん。そして未だに斎藤さんをね、かばっている。自分のためにかばっている。ね。うん。 そしてこの兵庫県に二人を抱えている、ね。そういう日本維新の会の責任、非常に重要。極めて重いですよ。ねうん、極めて重いですよね。ね極めて重いですね,あね,、うん、ね。でね、これは前も言いましたけどね、もともとは、ねえー、この阪神とオリックスの,、ね、このパレードですね、これもそもそも無理だったんですよ。ね 無理なのになぜやったかっていうとね、うん、これ前もね、言いましたけど、まさにね、無理な大阪万博の宣伝ですよ。ね。うん。大阪万博の宣伝ですよ。これはどうですかね。うん。ね。これはもう無理なことがね、分かってね、特にこの兵庫県のね、えー、この総務課長ですよね。うん。このね、まさに自ら命をね、絶ってしまった。 そのね、原因を作ったわけですよ。ね、兵庫県では無理なんですよ、ねうん。この原因も作った。そして未だに作り続けている。ね、無理な万博をやるということでね。うん、これはまあね、もうひとつき万冊でもね、あの、本間さんと今井さんがね、ずっとね、喋ってますけどもね、もう無理だっていうのはもう分かりきった話じゃないですか。ね あ,あ,あらゆる面からも無理でしょう。<え>それをとにかくね、やるということでね。あ,あ,あらゆるところに迷惑をかけているということですねああ。というようなことでね、維新の責任というのはね、1から10まで重いですよ。ね、ああまあ、というようなことね。うんというようなことでね、えー、とにかく本日はですね、 えー、この兵庫県知事問題ですね。ね。二、えー、人ね、職員が自ら命を絶ってしまった。そしてその責任問題ですね。これはね、もちろん兵庫県知事ね、重いですけども、日本維新の会も同じぐらいの極めて重い責任があるということですよ。ね。そのことをやっぱりね、もうみんなね、もう十分知らなければいけない。ということですね。うん。まあ、というようなことをね、今日喋りました。 ということでね、ちょっと最後にね、コマーシャルタイムちょっといただきましてですね、これ、コロナ日本国書ですね。これ、コロナ対策、感染症対策が非常に重要なんですけどもね、今、自民党政権の下ではですね、科学的な知見に基づいた対策ではなくて、利権に基づいた対策になってしまってるんですね。なので、これ、失敗せざるを得ないんですね。そのことを書いた本です。ぜひ読んでいただきたいと思います。それから、 原発の日本列島ですね。これは地質学者でありながら、えー、同年努力の核燃料開発事業団に30年間在籍された著者の土井和美さんですね。えー、これ、能登半島をね、はじめ、日本全国のですね、日本列島のね、地質を調査したんですね。その結果、日本列島の地質の上には原子力発電所を作ってはいけない。なぜなら危なすぎるから。っていうね、そういう結論を出したんですね。えー、これ、生涯をかけて出した結論でですね、えー、そのことをね、 わかりやすく書いたんですね。ぜひ読んでいただきたいと思います。それからですね、<laughs> アメリカ新聞学の機種、トミー・オレンジのですね、よ、え、う、ー、なる問題作ですね、えー。これはね、アメリカのヘミングウェイ賞、全米図書館賞というね、非常に数うな賞を受賞したですね、ダブル受賞した、えー、非常に注目されている作品です。えー、ドストエフスキー、それからウィリアム・フォークナーのね、後継者に当た,たる人で、 僕の見る限り21世紀のフォークラになることは間違いないと思いますね。えー、これはね、えー、非常に前衛的なですね、現代的な、ね、手法を用いながらも、物語、ストーリー自体が面白いのでですね、しかも、この本はね、翻訳が素晴らしいので、えー、自然な日本語として読めるんですね。なので、この物語のね、面白さにね、引き込まれて、どんどん読み進めることができる、そういうね、面白い小説です。 えー、ということで、ぜひ読んでいただきたいと思います。そしてこれがですね、僕が関係させてもらっている5月初亡信者の新刊なんですけども、今、日本全国地方の方ではですね、本屋さんが少なくなって、本を直接買えないとか、あるいは Amazon でも本を,本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういう方は、5、えー、月初亡信者に直接ファックスなり、えー、電話なりしてきていただきたいと思います。えー、郵便振込というか銀行振込で対応したいと思います。5月消防新者のファックス番号、電話番号は、 104の方ですぐにわかりますので、ぜひですね、遠慮なく行ってきていただきたいと思います。まあ、というわけですので、本日この会はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。